カメさんの子作りみんなのカメさん紹介第24回。こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。いきなりですけど、タマちゃんが頑張ってます。今まで明石くんに邪魔されてたけど、別チームになったからね。けど、みーちゃん嫌がってるよ。なんかロデオみたいだね。頑張れば、タマちゃんも、パパになれるんじゃないの。けど、かなり嫌がってるよ。もう、やめてよ。やらないか。ねえ、兄ちゃん。まあ。ちょっと、パパになるのは厳しいんじゃないの。全力で逃げてるの。そんなこと言わないであげてよ。タマちゃんだって頑張ってるのよ。お腹空いてるのよ。あかしくんもしつこいと思ったけど、たまちゃんもしつこいね。男の子ってみんなそうなのかな。俺は違うけどね。別にカメ太郎のことは聞いてないじゃん。しつこくてもいいから、たまちゃん、頑張って。頑張って、パパになるのよ。もう、マジでやめてよ。そんなこと、言わないでよ。ねえ、みーちゃん。ねえ。ねえ、みーちゃん。けど、あかしくんが寂しそうだったよね。あかしくん、大丈夫かな。ちょっと、あかしくんを見てみるよ。心配なさそうね。うん、たくましいよね。何よ、その声は。これから、みんなのカメさん紹介をするんだから、しっかりしてよ。わかりました。それでは、みんなのカメさん紹介を、始めます。
みんなの亀さん紹介第24回。このみんなの亀さん紹介も今回で24回目を迎えます。随分と続いてるよね。いつも見てくれてるみんなと参加してくれるみんなのおかげです。本当にありがとうございます。応募がなかったら終わりって言ってたからいつも心配してるんだけど、すごいよね。シャキの大好きなコーナーだからね。絶対に終わらせたくないのよ。これからもこのコーナーを盛り上げていきたいと思っているので、みんなよろしくね。今日は月丸さんのカメさんの紹介とマイリーさんのカメさんを紹介します。え、またマイリーさん、新しいカメさんをお迎えしたの？違うのよ。新しいカメさんをお迎えしたわけじゃないのよ。マイリーさんのマロンちゃんとムースちゃんの可愛い場面があったので動画を撮って送ってくれたのよ。そうなんだ。マイリーさん、お便りくれて嬉しいね。うん、シャキ、めっちゃ嬉しいね。え、なんなの？それでは月丸さんのカメさんから紹介します。今日紹介するのは月丸さんが飼っているゼニガメのリンちゃんです。リンちゃんは月丸さんがホームセンターに行った時に一目惚れしてお迎えしたカメさんです。お迎えして1週間くらいの時にリンちゃんは月丸さんの手に乗って来てくれたらしく、月丸さんはすごく嬉しかったそうです。リンちゃんは泳ぐのが大の苦手です。この中がお気に入りのようで、あまり泳いでいる姿は見ません。そんなリンちゃんですが、仲良しの友達がいます。その仲良しの友達がこちらです。月丸さんの愛犬アリスちゃんです。月丸さんはリンちゃんと、そして愛犬のアリスちゃんと穏やかな日々を過ごしています。いつもこの子たちに癒されている月丸さんなのでした。リンちゃん、かわいいね。うちの草亀のパスカルが小さかった頃を思い出したよ。そうだね。それにしても泳ぐのが苦手って面白いね。そうらしいよ。苦手な草亀ちゃんもいるんだね。あと愛犬のアリスちゃんと仲良しでよかったね。うちの木星のキーちゃんはうちの犬にかじられちゃったからね。それは亀太郎が変な水槽を作ったからいけないのよ。ごめんなさい。月丸さん、亀さんとワンちゃんと楽しそうでいい感じね。そうだね、羨ましいよ。では次はマイリーさんの亀さんを紹介します。これからマイリーさんの亀さんを紹介するけど、たくさんいるので順番に紹介しますね。まずマカロンちゃん、マイリーさんの亀さんたちの中で一番の古株です。みんなの亀さん紹介第9回で参加してくれました。次はチョコちゃん、チョコちゃんも第9回に参加してくれたんだけど、随分と大きくなりました。そして日本イシガメのモナカちゃん、モナカちゃんはこの後紹介するムースちゃんに尻尾を噛まれて尻尾が短くなっちゃいました。そしてこちらはニシキマゲクビガメのマロンちゃん。みんなのカメさん紹介第21回の時にも紹介したのですが、マロンちゃんはムースちゃんが好きなようです。そして最後はモナカちゃんの尻尾を噛んでしまったムースちゃんです。ムースちゃんは尻尾を噛んだので現在別の水槽で暮らしています。ムースちゃんは普段はこの水槽で一匹で暮らしているそうです。というわけで紹介はここまでです。それでは動画に戻ります。ちなみにこの時はムースちゃんの水槽の掃除をして軽き抜きをしていたので、こっちの水槽に里帰りしていました。マロンちゃんはムースちゃんに久しぶりに会ったからか
気持ちが抑えきれないようです。ムースちゃん、ムースちゃん、ムースちゃん、会いたかったよ。何？いきなり怖いよ。紹介もしますので応募してくださいね。シャキからのお願いです。カメさんは非常に長生きです。飼育する際は安易な気持ちでお迎えせずに最後まで責任を持つようにしてくださいね。今回の動画はこれで終わりです。あれ、何寝てんのよ。